こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾン物販の魅力。アマゾン輸出は稼げます。主婦でも年間300万。副業でも年間300万。本業だと年間1000万。これだけの金額をマイペースで一人で稼げます。日本に住んでいるならアマゾン輸出で稼がないともったいないです。日本の製品はね、えー、安い商品でも質がいいと。 まあメイドインジャパンでなくメイドインチャイナとかね、メイドインドネシアとか、海外で生産している商品が多いわけなんですけど、それでも日本メーカーがえープロダクト企画してえ品質管理をした商品とまあ海外でえ品質管理をした商品だとね、全然やっぱり値段と品質が違います。そんなわけで日本に普通にえ我々が手に入るものがね、海外に持っていくだけで3倍、5倍、10倍、 ものによっては20倍というような値段で売れます。でまあ、それだけ高い金額で売るためには、まあ、たくさんの顧客がいる場所で売らなきゃいけないのですけど、アマゾンはね、とんでもない数のビジター、購入客が訪問しています。これね、アメリカとヨーロッパと日本のそれぞれのデスクトップ、パソコンと、あとモバイル、スマホなんかのアクセス数です。 もうね、日本でデスクトップで1700万人、モバイルで3200万人、アメリカだとデスクトップが1億人、モバイルが7000万人というね、とんでもない数です。まあ、ここに今、アマゾンではまだ物販を開始してない、ね、オーストラリアの物販が始まります。でこのオーストラリアの物販、もうすごい儲きやすいです。まあ、なぜなら、オーストラリアは 日本とアメリカとは違ってですね、もともとネットショップが進んでないとで。ほとんどまともなネットショップはないです。えー、注文しても何が届くかわかんないとかね、いつ届くかわかんないとか、全く使い物にならないショップが多い。そして、えー、リアル店舗、実際の店舗数もすごい少ないですし、まあ、店舗に行ったところでね、商品は少ないし、高いというような状況ですで。このオーストラリア、アマゾンね、えー、現在、えー 500人から600人のセーラーが販売したいということで登録してます。これね、もう全然予想した金額あの人数より、えー、2桁少ないと。何しろ今、す、え、で、ー、に始まっているアマゾン、ヨーロッパ、アメリカ、日本だと、えー、合計で、まあえー、200万人ぐらいのセーラーがいて、そのうち10万人以上はね、えー、1200万円、10万ドル以上売り上げていると。 まあそういう状況の中、ね、オーストラリア500人しかやりたくないのと言ってね、ちょっと驚いたんですけど、まあ、冷静に考えるとね、まあ、アメリカのセラーから見たオーストラリア市場っていうのは、は、ま、る、あ、か彼方の市場だと。ね、小さい、ね、小さいし規模なのに、距離的に遠いと。まあ、人口はアメリカの7分の1しかいないですしね、アメリカと比べたら全然経済規模が小さい。 まあだからわざわざね、張り切って登録することもないだろうというふうにおそらくアメリカのセラーは考えているのかなという気がしますで。一方、オーストラリア人はね、アマゾンを実際に使っている人っていうのはやっぱ少数派なんで、まあ実際に使っている人もね、イギリスあるいはアメリカ、日本から購入して高い送料を払って買ってますからね、アマゾンの本来の武器である FBA、そのすぐ届いて送料が安いと。 いいうのをね実感してないとだからオーストラリア人自身もアマゾンの良さというかすごさが分かってない、まあ、そんなところに気づいてる私たちは、まあ、これはねすごいビジネスチャンスですアメリカとかねオーストラリアのセラーがオーストラリアアマゾンの魅力に気づく前にアマゾンショッピングカートイス取りゲームに圧勝できる可能性があります 転売アカデミーでは、これらすべてをサポートして、効率よく儲けるスキルを身につけていただきます。